変態言われてる日本はこういうのやらんの。爽やかすぎて逆に興味ないやろ。人類最速の男の称号はワイがいただくで。ガシマンは一発レッド。国際ルールではライブ配信ありは草。バキの入場シーンみたいに戦士一人一人紹介してほしい。潮吹かせてええんか。やらしい目で見ないでください。そういうのじゃないんですけど。でもよく考えたら洋物ってスポーティな感じするよな。15センチ以下は出場不可とかありそう。9センチしかないんだわ。男子ダブルス代表やけど質問ある。欧米を見習え。早く見習えよ。予選は SOD だったかの集団でやってる昔の AV みたいになるん。チーウシは参加資格すらないスポーツ。ルール見たらガチのセックスバトルやん。ラオ。大会のパートナーは大会直前に抽選で決められる。え？じゃあお前ら1から9で好きな番号を思い浮かべて。じゃあ僕はジローの2。この中から思い浮かんだ番号の人がパートナーで選んでいいよ。7浮かんだやつは一生童貞な。